方向です。京電だな。取り寄せ渡れんのかい。人やね、渡月橋は。こんな大きい橋だったっけ。水害の時流れないこの上はね、すごいね。それ考えるとこんな人が多いのか。ここ何回も来とんのにさ、分からへんな。あの横、あの船の歌のあれ、横横、この辺が水害とかみんな埋まってて、あの、唾使ったんやな。すごかったんやな、水の出方。これ右行けてか。すごいやん、これ。今日何を目標やで。こんな人おるんかいね。それも日本人だらけでございます。ものすごい観光地でこれだけ人見たら始めちゃうかな。始めちゃうか。これ見てくださいよ、右も左も。すごい。これ何回も来てるけど全然記憶が、俺おかしいんかな。なんだろう、なんか変やね。ああ、わかったわかった。こんな感じやった。はいはい。すごい。これはすごい。これだけ人おるの珍しい。うわー、すごい。久しぶりに見ました、観光地で人。およそ900メートル先、右方向。これはすごいわ。奈良でも、公園行ってもね、全然バラバラやもんね。増えた豊かで。これはすごい。はい。ものすごいんでございます。まだかね。これはすごい。もう笑うしかないね、この多さは。まだ歩いてるからね。これはほんまにすごい。観光客が多いんだろうな、これほとんど。恐れ入りました。はい、ありがとうございました。はい、渡月橋付近でございました。はいはい、まだや。まだすごいことになってますわ。これ、駅かなんかあんのかな、ここの奥に。ほーら、すごい。うわ、中もすごい。これ、なんかあんのかな、ここ。あ、ここの上に神社かなんかあんのか。すごい。恐れ入りました。これ何で？何だろう。はい、来てませんか。はい、行きましょう。いやー、すごかったね。これ JR かな？ JR みたいだね。はい、どこまでまっすぐ行きますか？まっすぐまで行きますか？およそ300メートル先、佐賀釈迦堂前、右方向です。
このお寺はなんだ？このお寺来たことないからな。ああ、すごかった。びっくりした。こんなところにまで人歩いてるし。まもなく右方向。はいはい、右、どこ？もつ先。これ右ですか。はいはい。清涼寺って呼んだのやぶんかいな。はい、行きましょうか。